というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、ほら、これ柿本マフラーっていうのにね、変えました。こちらね、ハイブリッドカーなんですよね。フィットハイブリッドカーにこの柿本マフラーをつけてみたっていうね、今日は動画なんですけど、正直ね、戸惑っております。ものすごいね、燃費が悪くなってるんですよね。ちょっと見ます。はい、ほらこれ 16.3 キロパーリッターね、平均燃費。これね、今マフラー取り付けて2週間ほど経ちます。で、まあ嫁がね、結構毎日通勤でこれ使ってるんですけど、もうすごい燃費になっちゃいましたよね。まあ普段乗りで、まあこれフィットハイブリッド、だいたい20キロパーリッターぐらいですかね。まあ悪い時でも19キロパーリッターですよ。この夏場でね、エアコンガンガンにつけても、まあ19キロパーリッターぐらい走るというものなんですが、いやもうびっくりですよ。16キロですよ、もう。で、ちょっとね、いろいろね、ほらこれいろいろ、赤エンブレムとか、ね。赤エンブレムちょっと実は3つあるんですけど、とか、このフィットの、これフィット4の、この黒いね、フィットのエンブレムとか、外装パーツ買ってるんですけど、ちょっとずつね、カスタマイズしていこうかなと思ってるんですよね。ちょっと今エンジンつけたんで、音聞きに行きましょうか。まあなんかボーってなもんですよね。こちら一応スペック紹介すると、柿本 GT ボックスっていうやつですね。で、まあ、一応、ワンボックスとか、ハイブリッドカーにも適用してると。まあ、中低速での、まあ、パワーが、出るというもので、パイプ径は50倍、対向径は115倍、テール径は、80倍ということで、ここが80で、中の絞ってるところは50なんですよ。あ、今エンジン止まりましたね。これね、まあ、ハイブリッドカーなんで、走っててもね、エンジン止まっちゃうんですよね。なので、もう走ってて無音になることがあります、実は。まあ、中古でね、安く譲っていただいたんですが、まあまあ、綺麗でしょ？ほら。で、この裏にね、これ？このプレート。これがね、車検対応の、まあ、印ということで、これね、下で擦ってね、剥がさないようにという注意を受けております。ね、青く焼けてる風で、まあ、ステンレスなんですけど、まあ、チタン風に、こう、最初から色をつけてるという感じのものですね。いや、ほんで、柿本さんでね、これ、工賃3000円で取り付けてくれるんですよ。安かった。暑いの、なんの。いや、海が綺麗な。いや、これ何回見ても 16.2 キロパリッタやな。ちなみに、さっきの GT ボックスの柿本回の、音ですよね。近接排気騒音っていうんですかね。CVT のタイプで、88デシベルっていうことですね。まあ、ちょっと、CVT と6速マニュアルで音が違いますね。6速マニュアルで、95デシベル出るみたいです。まあ、メーカー小売価格は4万8000円と、まあ、税抜きなので、まあ今、それよりちょっと安めで売ってますかね。では、ちょっと、猛烈に暑いんですけど、今これ35度って書いてますね。いやー、ちょっと今から、もう、ちょっと洗車機通すだけ通そうと思います。ちょっとハトフンとかね、ついちゃってるんでね、行きます。その後、ちょっとこれステッカーとか貼ろうかな。はい。今日平日の、まだ11時、30分なんですけど、結構ね、何人か、洗車しております。皆さん、綺麗好きですよね。いやー、しかし、今、これ乗ってる状態で、まあ、アイドリングしてるんですけど、まあ、それでも、ボーっていうね、これオートマなんでね、この、ボーっとしかならないんですよ、こう。マニュアル運転みたいにね、こう、ウォーン、ウォーンってならないんですよね。で、今、プリウスがバックしてきた。もうちょっとバックしようか。え？ほら、全然音ならないでしょ。
で、まあ、あの時折、ハイブリッドカーなんでエンジンが止まるというものなんですけど、まあとりあえずドレスアップカーですよ、ドレスアップですよね、この柿本のマフラー。まあ安かったんで今回はね良かったんですけど、まあ燃費がかなり悪くなったと。こんなもんか。じゃあちょっとお金入れてきます。一番安い400円、あ、やっぱ500円、シャンプーにしようかな。カーコーティングしてるんですよ。なのでね、まあ一番安いのにしてます。はい、今洗車が始まりました。いやこれ結構ねドキドキしますよね。あー、ちゃんとハトフンが落ちてくれますかね。これね、キーパーコーティングしてます。あのなのでね、あれ洗車機通してもいいんらしいんですけど、あの結構これこのスポンジの中に、あれ前の人の車のね砂とかなんか汚れたものが一緒に入ってるんで、なるべくまあ気にする方はあのこれしない方がいいらしいんですけど、まあ、私はねもうやっちゃいます、これやっちゃいましたもう。外でこの炎天下でもう掃除ができねえっていうのね、熱中症で倒れそうな感じしますよね。あれもう終わり、今のシャンプー入ってたの。わあ、また燃費下がってる、 16.1 になってる。なかなか16切らないんですよね、コンスタントに。はい、終わりました。めっちゃ楽。拭き取りせずにもう一度さっきの駐車場に行きます。もうこれ外に出られないですよね、殺人的な暑さなんで。うん、なんかね走ってる感じ、これもねなんかちょっと変わったような気がするんですよね。レスポンスが良くなったというよりは、なんかちょっと踏み込まないとさ、なんか走らないっていう感じがしますね。前のね純正のマフラーのがいかにね優秀だったかっていう感じなんですよ。ハイブリッドカーってね、2000回転ぐらいしか回らないんですよ、エンジンがね。まあ、結構踏み込んだらまあそれなりに4000とか回るんですけど、まあ、普段乗りでハイブリッドのねこの電気が使われているので、ほぼエンジンが回らないと言ってもいい感じです。で、まあ、こういったね街中とかですとこうストップアンドゴーの時ぐらいですよね。本来ねこのマフラー交換っていうか、まあ、公開電気で発揮するもんですよね。ターボ車とかね、昔のVTEC エンジンね、すごい高回転で回るエンジンありましたよね。まあそういう車にがまあ結構マフラーとかエンジンとかねいじってね、まあ出力が上がるという感じなんですけど、こういったねハイブリッドカーとかね、ミニバンとかね、全然エンジンが回らない車に対して、まあ、このマフラーは効果的なのかというところですよ。まあ実際のところエンジンが回らないんで、まあ音もねなんかボーっていうだけなんですよね。まあそれどころか燃費が悪くなるっていうね、この悲惨な状態。まあちょっと見た目はかっこいいなっていうことはあるんですけど、まあそれぐらいですよ。いやでこの赤エンブレム、これもねちょっとつけるの勇気いるんだな。結構みんなね進めてくるんですけどね、なんかやっぱりあれでしょ、タイプ R とか本当にそれをね乗りたい人が結局は乗れなくてエンブレムだけ買えるみたいな、そんなんでね結構コメント欄が荒れたりしてましたよね、実を言うとね。いやー、つけたいかつけたくないかっていうとなかなか微妙な判断ですよね。まあでもちょっと今日時間があったらつけてみようかなと思うんですけど、まあ一旦はねちょっと柿本のね、マフラーつけたんで
柿本のステッカーだけはつけようかなと思います。いっちゃう本当にこれいっちゃう、これこれほら赤、これね、あのジジイさんっていう人がおるんですよ。その人もホンダのN 版乗ってるんですよね。でそれ N ワゴンやったかな、これエンブレム、これ剥がしてわざわざこれ赤を剥ぎ取って黒にしてましたねやっぱこの赤色ってこうやっぱ抵抗ある方は抵抗あるんでしょうね。いやどうですかね皆さんね、あの車をね買い替えようと実は思ってるんですけど、結構高いんですよねやっぱ車ってね。で今欲しいのはホンダ E っていう電気自動車なんですが、まあそれがね結構4、500万しちゃうんですよ。でまあ現金が200万しかないんで、まあそこでローンをしないとダメっていうのがねあるんですが、まあそこまでして買う車なのかというところもありますよね。なのでね、まあ、このフィットをねあのカスタムしてカスタム化していくという、まあ、動画作りをしてもいいのかなと思うんですが、そっちの需要ってねあるんですかねどうなんですかね。ちょっとまあ今日はねこのタイトルとサムネで結構釣ってるところはあるんですが、まああのまあ、ドレスアップしてまあねいいとこよりも悪いところが目立ってきたなという感じが実はしております。やっぱりねノーマルで乗るのが一番かっこいいかもしれないですけどね。はい、ではいつもの駐車場に着きそうなので、ちょっとこの炎天下の中ちょっとやってみようと思います。これも走ってるうちに乾いてるんちゃうかな。もう拭き取りの雑巾持ってきたけどそんなんいらんぐらいかな。おピカピカになっとるわ。いやもう水分ねこの暑さで拭き飛んでますね。ここに貼ろう。こっちがええかこっちがええか、丸い方やな。こうなってます。おちゃんと成功するか。いや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 、行ってまい行ってまい行ってまい。ではペリペリ、おいいんじゃね、ちゃんとついてる。あいいねいいね。ついでにこれだいぶ色あせてるからこれも剥がそう。ちょっと取り替えてみましょう。うわーもうあかんわこれ。そっかシール剥がしあったな。これね100均で売ってますダイソーシール剥がし。綿棒とヘラが最初からついてます。これ100円いいよね。うわにちゃにちゃやわにちゃにちゃやわ。これ夏やったらあかんやつかな。うわこのタケ TV100 ステッカー欲しい人いますかね。あ失敗した。あかんこれ以上外にいると俺が焼け死んでしまう。このシール剥がしする前にこれウェットティッシュね、これアルコール入ってるやつで拭いてみましょう。あこれで十分取れるんじゃね。あでもちょっと端っこの方がね取りづらいですね。よしやっぱこれいってみよう。これでどうでしょう。あ全然違うわ。あ全然違う。これ使うほどでもなかったわ。もう、あ、もう剥がれた。すごいすごい、これ。100均すごい。あ、でもなんか塗装傷めそうやな。大丈夫かな。よっしゃ、綺麗になった。で、これね、新しいの、あります。おりゃ。あー、ちょっと被ったか。まあ、いいか。こんなもんじゃ。あ、もうちょっと下やったかな。まあ、いいや。はい、できました。どうでしょうか。なんかちょっといろいろ張ってるなって感じやな。異質な感じ。よし次は行くか。禁断の赤エンブレム。